今日も冒険に出かけるぜ、イエーイ。楽しいな。行くぞ。なんだこれは。出たな、モンスターめ。逃げよう、逃げるぞ。怖かった。そこのマグロのお兄さん、え、僕が見えるかい。君は一体何なんだ。僕はね、マグロの妖精さん。僕と守護契約を結ぶことによってあなたに力を授けることができるんだよ。じゃあその守護契約をすれば俺が強くなれるということでいいんだな。そうです。じゃあよろしく頼む。えい、うわー、いくぞー。ほんとだ、強くなったぜ。強くなったぜ、ありがとな。守護契約すごいな。冒険者にね、移動集落という大きなね、移動するなんかやつがあって、それに乗るとね、冒険が楽になるんだって。なるほど、じゃあその移動集落が欲しいな。僕は移動集落を司る精霊だから呼び出すことができるよ。いるよ、移動集落。ダダンダダンダンダン。移動集落です。あれ、でもこれ他にもね、これホーム画面でね、これが一応これね、いただけるとすごい、こう、どうも移動集落でございます。本日はですね、私移動集落がディアホライゾンで、遊んでいく動画でございます。装着。はい、ではね、早速ちょっと遊んでいきたいんですけど、まずね、本日リリースです。もう多分皆さん目にしてると思います。テレビアニメ、漫画、ラジオ、小説、4コマ漫画、この5つプラスアプリですから、すごいメディア展開しているので、皆さん多分目にしたのではないかと思います。ディアホライゾンなんですが、すごいこう独特の世界観がございまして、私先ほど茶番をねお届けいたしましたが、大陸がございます。そこらもモンスターがいます。モンスターと戦えるという人間っていうのが、存在します。そういった人たちは憧れの存在となっており、で、そういう人たちっていうのは妖精との守護契約というものを結んでですね、みんなのパワーを一つにまとめて、誰かがやられたら、その守護契約で一緒になった人は全員一緒にやられてしまうという、ものでございました。あとねバトルちょっとやるんで、その流れが大体分かっていただけると思います。その大陸を移動するのに移動集落というものがあって、私が移動集落に扮したわけでございましてあの感じなんです。まさに冒険者がいて、妖精がいて、移動集落があってっていう、まあ基本的な設定があって、冒険のまあ目的とかまあいろいろあるんですけど、あんまり喋りすぎるとね、皆さん知りたいことを全部喋っちゃうと、それは面白くない。クエストで冒険を進めていって、同じ魂を持った近しい人を呼び出すことができる。それがまあいわゆるガチャなんですけれども、それでキャラクターを集めていって、強いデッキを作って、戦っていく、まあそういう基本的な流れでございます。もう多分ここまで言えば、おそらくみんな、なんとなくシステム分かってくれたと思うので、ガチャのガチャりましょう。この下にある召喚というボタン押しますと、はい、来ましたね。激レアユニットをゲットしよう。ユニット召喚、武器のやつと回ったりとかね、1日1回でこれフリー召喚もできます。激レアユニットを召喚したいと思います。2回3回ぐらい回したいですね。はい、よろしくお願いします。はい、あれ、でもこれ結構、あっとっとっと、どうかな。はい、これは星3つだね。星3つ。お、これちょっと扉の感じが違う。これ星4つじゃね。お、星4つだこれ。星4つ。あら、一緒か。あ、同じキャラ今来たので、限界突破って文字が出ましたね。限界突破が自動的にね、限界突破にしてくれます。同じキャラが揃うと。はい、そういうところもいいよね。来い来い。はい、さっきから女性キャラが目立つが、男性キャラも当然いますからね。男の人も出てきてくれ。来い。やはり女の子だ、可愛いね。こういうタイプが好きかもしれないですね。はい、で手に入れたキャラクターが初めてだと、こういうね、そのキャラクターごとのエピソードみたいなのが出てきます。はい、こんな感じですね。で、もともと僕が持っていたキャラクターはね、限界突破になってますので、5分の1となって、だから5分の1になっているキャラクターも出てきてくれると嬉しいっていう感じですかね。星5狙いたいと思います。来いや。この辺の演出はどうだろう、さっきと変わんないけど、扉だよね。扉の雰囲気で大体わかるよね。限界突破、限界突破、星4つ、限界突破、限界突破、限界突破。はい、今回こうなりましたね。いや嬉しいね、すごいよ。もう一回回そっかな。来い、限界突破、限界突破。あ、
ありがとうございます。星5つ超激レアゲスト、ありがとうございます。これは星4つ。あ、トラさん、トラさん見たら初めて来た。これおいおいおい、人類じゃないのか、初めて出てきたぞ。限界突破、キャハハハ、2回目出た。星5つ超激レア。うぅ、あ、待って、君は限界突破がもう限界突破が限界なんじゃない。いや今回はねすごいよ、星5つがね2人も出てしまったというありがたいお話でございました。今ゲットしたキャラクターを編成していけますかね。今私はこんな感じになっておりまして、ランクを上げていくことによって、右上ご覧ください、コストっていうのが増えてきます。でキャラクターはレアリティが高いほどもちろんコストが高くなってくるので、レア度の高いキャラクターを並べたければですね、ランクを上げていくしかありません。ランク上げていくにはですね、簡単にこうちょっとホーム画面からこのミッションね、やっていくことによって経験値がもらえるので、次のランクまであと120となってますね。これで経験値を貯めてランクを上げていくっていうことが必要になってまいります。でおそらくですが、今ゲットしたキャラクターを入れようとしてもコストがダメなので、これちょっとお任せ編成やってみようかな。変わらないね、やっぱ変わらないね、このキャラクターが強くなってるから。でじゃあ編成をする方法なんですが、編成をタップしまして、誰かを抜いて誰かを入れる、こういうのでね好きなのがお任せ編成であって、お任せ強化っていうのもあって、で今ご覧いただくとマグ2のレベルがもう42に上がっちゃいますし、一番、右のランスは39になります。これレベルが上がるのでまた戦闘力がねアップいたします。これでねお任せをこうやって強化することができるんですね。お金ももちろんかかりますけどね、そういうの私すごく好きかな。他にもねこれホーム画面でね、これが一番ちょっと個人的に好きなんだけど、はい、キャラクターこうやってスワイプで今デッキにいるキャラクターこうやって入れ替えることができます。この子とこの子が超激レアのキャラクター、今日ゲットしたキャラクターじゃないですけどね、入れたいところなんだけどね、デッキに入れたいけどやっぱり申し訳ないけどコストが足りないんで、頑張って上げてやりたいと思ってます。お、ランクが上がった。コストがちょっと 2だけ上がりましたね。これじゃあまた追加できねえんじゃないかなと思うんだけどね、ちょっと見てみたいと思います。お任せ編集入れたくて、まあ、ちょっとランク上げたんですけどね、やっぱダメでしたね。じゃあこのメンバーでレイドに挑戦したいと思います。レイドというのは画面右下のこれ、レベル5ワイズマンブラックっていうのが、クエストをプレイしていくとレイドボスっていうのがね、出現することがございます。でそのレイドボスに挑戦することができるんですが、レイドっていうのはですねマルチプレイです。例えばこれ行くじゃないですか。そうすると一般募集でフレンド限定で同盟の中で呼ぶみたいな、まあこれも一般募集で、まあ募集するんですけど、でこれでね募集受付なんで、これまあ待ってたらまあ参加してくれるとは思うのですが、もちろん一人で出発することもできます。これで一番下の出発ボタンを押すことで、はい、一人でレイド戦に向かうことができます。はい、しかしですねこれ今一人で行ったんですけど、一人で行くと見た目は普通のバトルと同じなんですよね。だから本当は、友達であったり、誰か一般募集で誰かに入ってきてもらってやっていただくのが普段のバトルとは違う流れがご覧いただけると思います。今回ね、バトル要素をね、この動画ではご覧いただいてないので、レイド戦を使って普段のバトルがどんなものなのかっていうのをご覧いただければと思います。じゃあ行きますよ。まずねこういう、画面構成になっておりまして、下の方にカードが並んでおります。これがスキルです。でスキルを使うための、必要なポイントが左上に書いてある数字ですね。で、その上にある六角形の中にある SP と書いてあります。あれスキルポイントでございまして、10分の5、最大で10個のうち今5ポイントありますので、5のスキルが1回使えるよっていうような流れなんですね。今回今レイドバトルなんですが、普通のバトルだとこれ全部オートでできます。レイド戦なので、ありません、それはね。はい、こうやってスワイプすることで進んだり戻ったりっていうのが可能です。で左上のマップ、これをね真ん中に持ってくることができたりっていうこともできますね。今左上にあると全体が見渡せないんですが、こうやって中央にマップを持ってくることによって全体を見渡すことができます。こうやってスワイプでどんどん進め、お、敵が現れましたね。これ自動じゃないので、例えばじゃあ、はい、こうやってね今ねこの下のカードをスワイプして持っていくんですよ。スワイプして、はい、持っていくとその範囲内にスキルが発動する。で同じ理屈でこれは全員の防御力をアップします。攻撃は自動でしてくれてます。はい、
あと1人しか残っていないのでこのままにしましょう。で、スキル打って最後のとどめを刺すとスキルフィニッシュといってサービスを受けることができます。それをちょっと次の戦いのシーンでご覧いただきましょう。これは何というマグでしょうか。今ね、ポーションをゲットしました。この道中道すがらに宝箱があると自動で開けて、ゲットしてくれることができます。で、先ほどの守護契約の話なんですが、守護契約をすることによって全員の HP が1つのものになっております。なので、下のゲージ1つしかありませんよね。各キャラクターについているわけではなくて全員で同じ HP 生命力を共有し、そういうイメージでございます。よし、ちょっと強めの魔法を打つぜ。黒魔法をドガーンからの主人公の剣撃。これでスキルフィニッシュできんじゃない。あ、終わっちゃった。スキルフィニッシュできなかった。そう、結構勝手に攻撃するのでスキルフィニッシュ決めるのが意外と難しかったりします。じゃあ今回は決めるぜ。よいしょ。スキルフィニッシュ決めるとすごい、あの、なんていうんですか、メリットがあるのでぜひやっていただきたい。お願い、決まってくれ。あ、今スキルフィニッシュ、あ、来た。ほら、 SP がぐんぐん上がったでしょ。で、 SP の最大値も上がったんですよ。はい、で、こうやって道すがらゲットできたポーションというのはこのアイテムタブ下ので使うことができます。はい、じゃあマップを見ながら進めていくんですけれども、なるべく、全ての場所を網羅していきたいっていうのが私の信条でございますので、やっていきたいと思います。あ、スキルフィニッシュか。イエイ、素晴らしい。ファイガがすげえ強い。あ、レア的だってさ。やったね。じゃあちょっと一撃で決めちゃいたいと思います。あら、効かなかったね。スキルフィニッシュいきたい。スキルフィニッシュいけなかった。グレイが、あ、これスキルフィニッシュいけるパターンだ。これね、いただけるとすごいこういいのよ。最大値が上がるでしょ。やっぱ最大値が上がるとね、やれることの範囲がすごい広がるので、やっぱスキルフィニッシュはね、皆さんよく使ってください。じゃあこれでいこうか。一発で決まらないと思うから、こう雷鳴剣を用意しとく。雷鳴剣いって、いった、よし、いいね、いいね、いいね。はい、あとね、これリーダーを誰にして連れていくかによって、そのリーダースキルっていうのも適用されるので、今マグニーを連れている行っている。おお、ケーションケーション、これね、ボス手前だよっていう合図です。よーし、じゃあマップを消していきましょう。さあ、やってまいりました。ガンガン攻めていきたいと思います。で、これ攻撃ね、自動で攻撃してくれる相手をターゲティングすることができます。この真ん中のボスをタップすることによって、今ターゲットを、ボスにしましたので、キャラクターたちは自動的にボスを狙ってくれるようになります。で、狙ってもらいつつ周りの敵たちを結構範囲広めのスキルで潰しつつ、はい、ボスへの攻撃も怠らずやっていくっていうようなところがベストなんじゃないかと思います。 SP ポイントはまだまだあるんで、ここはね、ドカ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 とスキルを使っていき、はい、割と結構ね、キャラクターも育ってきているところもあって、あ、OK、なんとかクリアすることができましたが、本当は一人でやるのがすごい難しいモードとなっているので、皆さんぜひレイドをされる際は友達と、もしくは一般募集で、誰かと一緒に行くのがおすすめとなっております。ディアホライゾン、マグニーがプレイしてみた動画でございました。普通バトルに行くときっていうのは一人、連れていくことができて、連れていくんだけども、その連れていく人が自分のフレンドだったら、そのキャラクターのリーダースキルも付与されたりとかっていう、部分もあったりとかするんで、結構楽しめる部分があるんじゃないかと思います。お任せでレベル上げれたりとかっていうのもいいですし、そう、自分のランクを上げるのとキャラクターのレベルを上げるのがまた別物になっていて、その辺もですね、しっかりと把握しておくとすごい楽しめるんじゃないかと思います。キャラクターデザインも結構好きですし、個人的にいいかなと思いました。ぜひ皆さんもやってみてね。そんなわけでマグニーがディアホライゾンやってみたでございました。